コトブキやゾイドシリーズ EZ004 レッドホーンのご紹介です。こちらは組み立てるとこのような感じのイメージに仕上がるようにはなっております。こちらは、プラスチックのパーツになっております。この辺はほぼ成型色でこういう風に色がついておりますので、だいたい作りますとパッケージングの通りの、色合いが再現できるようになっております。シールになります。で、こちらが、組み立て説明書になります。まず開くとこのゾイドの世界の、ご説明と、あとこういうレッドホーンとかの、機体の説明とかが書いてあります。で、こちらが武装の説明になっております。で、こちらが機体設定のイラストになります。で、こちらがパーツリストになっております。で、ここが組み立てが始まります。まず頭部の組み立てになります。で、こうするで、それでここが、胴体の組み立てですね。で、ここからは、腰とかですね。で、まだボディで。ここの辺が尻尾の部分ですね。で、この辺で足と組み立てになります。で、この辺も足ですね。で、ここが武装の組み立てになります。で、これで今まで、制作してきたものをセットしていきます。で、またこちらが、機体設定の解説になります。で、ここから、カラーガイドになります。この辺ですね。で、これで終わりになります。